こんにちは。いつも動画拝見しております。30代の筋トレ初心者です。よく筋トレの際に呼吸が大事と言われますが、踏ん張ると呼吸をぐっと止めてしまい、凝縮するとしか荒れない感じがします。山岸プロは呼吸をどれぐらい重視されているのいらっしゃいますか？全く重視してません。呼吸は 100m 走るとき呼吸しないでしょ。息しないよね。ということは、爆発的に力を出すときは呼吸は事前に止まると、止まるというかこう息むということだね。なので、まあ、スクワットとかやってるときは、例えばやっぱりまあ1分弱、まあ40秒ぐらいかな、運動してるわけで、まあ8回か12回のレップでやれば、それぐらいの間運動を継続してるので、まあ100メートルみたい、俺でも15秒とかで走れるのかな、今わかんないけども、20秒かかるかもしれないけども、まあ20秒ぐらいだったら止めてられるけれども、やっぱ40秒とかそれぐらいになると、やっぱり何回呼吸しなくちゃいけないと思うけど、そういう時は動作中に俺は呼吸しないで、例えばこうやってスクワット入るときに、って腹圧をかけて止めて、でしゃがんで立ち上がってもう一回進む。どういうやり方だから、呼吸を意識したこと、今言われてどうだったかなと思うぐらいで、トレーニングしてるという呼吸のことは考えたことないな。ほとんどの場合止めてるんじゃないかな。だからまあ、例えばラントプレだと止めてるよな。そうやれると全くわかんないな、どういう呼吸してるのか。押す種目に関しては何回か、いや多分レップをやって、息を吸って止めて上げて切ってから呼吸してるのかな。ちょっと今度調べてみるというか、ちょっと意識してやってみるけれども、今聞かれて初めて考えてみた。なのでそれぐらい呼吸は全く意識してないです。意識すると逆にこれ疲れるんじゃないかな。疲れるというか、なんかそういう感覚俺はわからないな。また繰り返しになる、100メートルの時息を呼吸をほど考えて走るというのかな。普通にこう全力で走ろうとすると、おそらく呼吸は止まるというか止めてないといけないと思うんだけども、だからまあマッチョリンさんの質問に答えるとすると、呼吸を意識すると力入らないと書いてるので、意識しない方がいいね、これはね。